ナルト疾風伝激闘忍者対戦 EX3。 好きなモードを選んでね。それじゃ頑張りましょう。集まったようだな。何だってばよ。一体火の国の大名からの依頼が来ている。国境付近の森を縄張りとする野党忍者衆の討伐。野党忍者衆？最近集まり出した所属不明の忍者集団だ。里の内部にはまだ被害はほとんどないが、国境付近では被害者が出ている。近隣諸国への対応としてもこのまま野放しにするわけにはいかないからな。質問いいでしょうか？なんだ？忍者討伐は A ランク任務。本来であれば常任が担当する任務のはずだよ。本来であればだ。高橋先輩や他の常任たちは現在別の任務を遂行中なんだ。そこで今回は君たち中任を中心とした編成で任務に当たってもらうことになった。まだ下人なのも一人混ざってるけどね。それを言うなってばよ。それとこの任務にはもう一つ、いやむしろそっちの方が重要とも言える任務を同時に行ってもらう。ん？野党忍者の中に黒地に赤い雲の模様のあるマントを着たものが目撃されている。黒地に赤い雲、暁。目的は不明だが、もし暁が関わっているとなれば厄介なことになる。野党忍者を討伐しながら暁に関する情報収集もしてもらう。常人がいない分各班に欠員があるため、今回は特別な編成をし、野党忍者のいる森へ東、南、西から同時に突入してもらう。それからナルト、この任務では極力感情を抑え、キュービの力を自分で抑制してくれ。分かってるってばよ。僕は森の外に待機してみんなから上がってきた情報をもとに指示を出す。それと位置を把握できるようにするため、こいつを飲んでおいてもらいたい。これって前にオロチマルのアジトへ潜入するときに使った忍具ですよね。そう、僕のチャクラだけに反応する追跡用の発信機みたいなものだ。ではヤマト、あとは任せたぞ。はい。3。任務開始。任務を必ず遂行する。超重機先は倒産。
は瞬間。さすがです。どうかしたのか、ナルト。森の奥に進んでたはずなんだけど、突然、森じゃない場所になってたんだ。森から出てしまったということか。そうじゃなくて、ヤマト隊長、暁のやつを見つけたんだ。以前会ったことのあるやつか。チラッとしか見えなかったから、わからねえけど。とにかく、追っかける。待て。任務は暁の情報を得ることまでだ。直に接触する必要はない。そうは言っても、このまま逃がすわけにはいかねえ。任務開始。
貪戦。ここから先は倒産。人中力か。オイラの芸術をまた味わいたいのか。お前のせいでガーラは傷つき、ばあちゃんは。あん時はカカシの道術に一杯食わされたけどな。お前一人でオイラとやろうってのか。キュービの力でも見せてみるか。キュービの力なんかには頼らねえ。俺自身の力でお前を倒してやるってばよ。いざ尋常に始め。甘いんだな。二度と出てくるんじゃねえぞ。